Let's go drive! こんばんは。2週目行きかけましたね、というわけで改めましてこんばんは、なべちでございます。ちょっと今日はカメラの映像処理がうまくいってません、さっき一回落ちちゃったんです。なんでかっていうと、このカメラのですね、ずっと延長してるんですけど、その途中がどうも引っ張ったことによって、うまく動かなくなってしまったというところもあって、こうなってしまったようです。ちょっと後でまた終わった後で、綺麗な画質に戻したいというふうに思っておりますけどね。というわけで、オープニングは変えたはずだったんですけどね。おかしいな。まあ、とにかく、USA になってましたが、ごめんなさい。あれ、おかしいな。その後また、新しいのに切り替えたはずだったんですけどね。まあいいや。今日やるのは USA ではありません。それは先週のことでございました。はい、アーカイブ OK でございますね。41人の皆さんです。のっけから、そうですね。どうもなんか変な感じになっております。ライブ聞きながら着席した。ありがとうございます。今日は、1時間37分25秒ということで、結構長い動画になっておりますけれども、ニュースは着実に1本。お送りすることになっております。 USA って出た、ごめんなさい、おかしいな、書き換えたはずだったんですけどね。なんでこうなるんでしょうか、よくわかりません。まあとにかくごめんなさい。では、今日のニュース、今日は1本です。ニュース1本お送りしてまいりましょう。今日はこちらです。ケンロウさん、こんばんは。開幕風は絶対はずです。ありがとうございます。早速まいりましょう。 2-3 ニュースです。来週土日は明日が R パーク。はい、というわけでこちらなんですが、昨日のユーラジ熊本ご覧になった方は、もうすでにお分かりだと思うんですけれども、来週の土曜日と日曜日ですから10月の12日と13日なんですけれども、明日が R パーク、これ毎年開かれている RKK秋のラジオ祭り、こちらの、まあ、発展系といいますか、今年がちょうど今日10月1日が RKK 熊本放送の開局60周年のぴったりの日なんです。まあ、それを記念いたしまして、今度の来週の土曜日日曜日は毎年 RKK ラジオ祭りやってるんですけども、今回は明日が R パークということで、さらにラジオではなんとほぼ32時間生放送をやります。ちょっとこちらご覧いただきましょう。あ、キッチン方式ドン。これこの前の土曜日に、熊日の朝刊と一緒に出た、新聞なんですけどもね、その新聞の広告、ラジオも R 32時間ほぼ生放送、10月12日午前10時半から13日の、午後7時まで。すごいですね。ラジオの魅力全開の2日間ということになっておりますけれども、小総理ポップタンさん、ようこそ。はい、稲順が言っておりますね。そうです、明日が R パーク、10月12日13日です。しまってこうということですね。計算はどこかな。じゃあちょっと探してみましょうか。ゴールの方から見てみましょう。13日午後7時で終了。その手前に、あ、柿の木アナウンサーがいらっしゃいますね。その前は手嶋大輔さんで、あ、栄太郎さんもいますね。中華さんもいますね。新藤さんもいます。日村さんもいらっしゃって、加納舞さんもいますね。熊本まるっと見て歩き、こちら日曜日13日ですね、生放送ということになっておりますね。普段は録音番組なんですけどね、午後1時から。その前に負けるなボーイ討論、我らイクメン子育てトークということで奥田圭さん登場です。ここですね。で、栄太郎さんと中華指導さんも出てらっしゃいますね。13日の朝9時半から。その前にカントリーサンシャインということでチャーリー永谷さん登場。RKK アーカイブ終作戦、13日午前3時から。
その前に熊本ミュージックバンスペシャルということで金文也さん登場ですね。金文也さん登場です。その前には深夜のよかばい話があるということですね、大田黒さんと江越さんも登場ですね。楽しみです。その前、これが僕も非常に楽しみなんですが、大原ナイトの復刻版、一夜限りの復活です。キムカズさんに、直美さんに、一世さんに、そして西本紗友子さん、マヒナさん、田中洋平さんも登場です。さらにはその前にアニソンリクエスト、12日の午後8時から又野さんと泉田達也さんの登場。さらに回っていきますと、 PC だとくるくる頻発なので iPod タッチから音声拾います。なるほど、深夜のよかばい話、ひそかにですね。その前はカリーの下通りスマイルアベニュースペシャルで、午後7時からです。いつも番組終了、7時なんですけども、7時からスタート、カリーの下通りから生放送、マサヤンさんとメグさん、さらにゲストは HKT です。スーッとのメンバーがやってくるわけで、何人来るか誰が来るかは分かりません。まあ、これは僕も、まあ、駆けつけられそうだったら行きます。無理だったらやめときます。でその前、60年のヒットパレードクイズでポン、番組対抗のクイズ合戦、どのチームが勝利するか、これすごいですよ。ものすごい人数集まります。すごいことになります。さらにその前は弾き語りリスト決定戦ということで、江越さんと大田黒さん、重鎮2人が登場ですね。でその前に来ました、グイーンと羽ばたけスペシャル、12日土曜日の1時30分から生放送。こちらはセンターコートから生中継です。ですから、まあユーストリームはやんないかもしれませんけれども、こちらダーン、中華さんと私渡辺ですけれども、あれ、なんか見覚えのあるなんか模様が入ってますね。カー3って書いてますね。ちょうど2のところがこうね、折れ曲がっちゃったんでしょうかね。カー3になってますけども、そうです、カー 23T シャツで実は、しれーっと映ってみました。いかがでしょうか。でその前は12時10分から皆さんお待ちかねのまこさん登場ですよ。江越さんもうすでにこの段階でもう3つ4つ出てらっしゃるという感じになりますけどね。こちらが12日土曜日の12時10分からです。そしてその前に、私の〇〇記念日、こちら小松さんとそして日室さんの登場ですね。まあラジタマコンビということになっております。番組のスタートは12日の午前10時30分からです。10時30分から32時間ほぼ生放送でお送りするという RKK ラジオ、明日が R パークと関連したこちらラジオもある、32時間ほぼ生放送です。ほぼです、全部じゃありません、ほぼ生放送ということになっておりますので、ぜひぜひこちら、お聞きいただければ嬉しい。そしてセンターコートなどなど、まあ、いろんなところにね、パーソナリティ陣いろんなところに行きますので、センターコートだったり、仮の下通りだったり、あるいは、RKK のね、スタジオの方だったり、いろんなところに行きますので、皆さんもぜひぜひ、特にこのね、イベントはセンターコートですとか、その周辺で行われますので、ぜひぜひお出かけいただきたい。今度の来週ですね、来週の土日です。今週の土日はちょっとね、台風が心配なことになっておりますけどもね、ぜひぜひラジオもある32時間ほぼ生放送にお出かけいただきて、明日が R パークもありますからね、イベントもそして生放送も一緒に楽しんでいただければ非常に嬉しいなという感じがしております。ぜひお越しください、お待ちしております。はい、ひょっとして23時間生ユーストリームではありません、全然関係ありません、23時間ではありません、32時間ほぼ生放送 RKK ラジオのご案内、特に私渡辺個人にとってみれば土曜日かなり出番がいっぱいありますんで、そういった意味では楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思うわけです。ちょっとピント合わせしてみましたが、いかがでしょうか。ちょっとやっぱり画像が荒いですね。はい、江越さんは昔大阪のラジオで喋っていた。そうですね、そうらしいですね。ラジコでフル視聴聴取ができるでしょうかね。途中であれ途切れますからね。どうなることやら。RKK ラジオの今月の推薦曲ってあちこちの番組にかかるんですが、そうです、いろんなところでかかりますよ。はい。では、32に足を生やすこの斬新、そうですね。ぜひよろしくお願いしたいと思います。以上、カーツースリーニュースをお送りしました。では今日の内容です。こちら。カーツースリー秋の
国道祭り、その名も秀国祭。今日は秀国祭の第1弾です。国道388号線の湯の前から椎葉まで行きます。ルートです。なんだ、変なことになってるぞ変なことになってるぞ。顔がこんな、どうも失礼します。湯の前町からスタートしまして、市房ダムを通過、椎葉村まで行きます。地図をお送りしました。ぐにょーんってなっちゃいましたね。ちょっと、よいしょ、時間がなかったもんで、まあしばらくこれで我慢してください。鍋っち伸びましたね。はい、では参りましょう。1時間37分25秒の動画です。かなり長いです。参りましょう。鍋っちカー2-3。今回は熊郡湯の前町からのスタートでーすバカにしてるな。どうぞ。9月19日木曜日です。熊本県球磨郡湯の前町に来ています。時刻はまだ8時50分ぐらいです。以前国道219号線ということでね、お届けしたこのルート、同じルートにおりますけれども、今日はこれから国道388号線に行って、久々の広い道、国道にチャレンジした。進路は北に変わります。北ないし北東方向ですね。僕まだ行ったことのない熊本県内の市町村が一つありまして、それが球磨郡水上村。ちょっとカメラの設定をいじっておりますので、今日ついに今日は伸びた僕でご紹介しましょうか。ということになります。つまり今日はしばらくの間、ノンアルです。未知との遭遇が続くということになります。おかしいな、ちょっとカメラが変です。今日は魚眼鍋っちでごめんなさい。いえ、入ってません。温泉入っておりません。もうこれ映さない方がいいな。前方はダンプカー何台かいますね。川を渡ります。これがおそらく球磨川じゃねえわ、じゃないわ、球磨川じゃない、そうですね、顔が濃くでしたね。失礼しました。水上村に入りました。で、実は右に曲がります。水上村に入りました。左側にありますのが水上村立岩野小学校、木造の校舎、とっても味わい深い校舎です。いつの間に入ってたんでしょうか。カントリーサインが見当たりませんでした。実は私、いいですね、水上村行ったことがなかったんです。実はね、天気いいですよね。そうです、木造の校舎です。稲穂じゃないな、これ何でしょう、何の作物でしょうか。いや、稲穂だ。稲穂で合ってます。稲穂と、そしてその脇には彼岸花、綺麗ですね。黄金色と赤のコントラストが大事なところで浮かびます。コントラスト美しいです。そうですね、この道後ほどくねくねになりますよ。向かっておりますので、どん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 高い山が、その景色が近づいてきているわけです。さらに右に曲がります。初めての熊郡水上村、
30歳にして初めてようやく熊本県内全市町村制覇ということになりました。水上村だけ行ったことがなかったんですね。前方には日本に車があります。ありがとうございます。長えよ。国道388号線です。前方にはくまモンのイラスト、くまモンが消防服を着てますね。火の用心だもん。上熊消防署、上熊ってなんかいいですね。親近感が湧きますね。ね、上熊って言われるとね、席でしょうか、黙っちゃいられませんよね。ついに私30歳にして熊本県内の全市町村に足を運んだということになりますね。熊高と熊工業高校、まあ、そういうことですね。突然の演出、すごい演出、どうもありがとうございます。東京開催決定の時の、ああなるほどね、東京、うわー、前方の山、木々が50人突破です。立っている部分と、ありがとう、いい演出です。その木々が倒れてしまっている部分と見受けられますね。さあどん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 山が近くに見えてまいりました。その手前にはループ橋です。右側に見えるのが水上村役場です。で役場を越えますと水上村役場です。すぐまた湯の前町に戻るんですね。ループ橋です。この辺りはまだというか、この前この辺りは、湯の前町です。こう張り出してきてるんですね。でループ橋一周回ります。ぐるーっと回りながら標高上がっていきます。 LC さんこんばんは。奥熊ループ橋です。360度回っていきます。実はね、今日この収録前に、九州自動車道で松ヶ瀬から乗って人吉で降りたんですけど、はい、水上村戻ってきました。山へサービスエリアに泊まりまして、ちょっと飲み物買っていこうかなと思って、あの T ポイントのたまるファミリーマートがコンビニが入ってるんで、サイバーさんこんばんは。降りてみたらなんか見覚えのある人がいるんですね。そしたら RKK のラジオの取材で来ていた中華さんと加納舞ちゃんに会いまして、びっくりしました。そうなんです、偶然中華さんと加納舞さんに会ってしまいました。音声さんがガンマイクを持っていたんですけど、左側が市房ダムです。びっくりしましたね。まあ、今日も中華さんと会ってきたんですけどもね、会ってきたというか、あのお仕事一緒にしてきたんですよ。タモカメに見えたもんで、そうです、見て R キーの収録に遭遇しちゃいました。あるいは他の旅番組のなんか取材かなと思ったんですけど、まあ冷静になって考えてみればテレビにしては一人しかいない、しかもそれでタモカメ使うのはおかしいなっていうのはあったんですけどね、まあ、よくよく考えれば、まあ、ラジオだっていう、そんな感じでした。二人は別にね、あの胸元にちゃんとピンマイクをつけていましたんで、ああやって収録してるんだっていうのをね、目の当たりにして、モケモケはついてたかもしれないですね、うん、あのふわふわってしたやつですよね。モケがテレビ並みですからね。
市房ダムのダム湖です。その上をこういった橋で通過していくんですね。いよいよこの後山奥、これからどん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 388号線を進んでいくわけなんですけれども、きっとひどい道、国道は椎葉村に入ったからだろうって思われている方、そうでもないんです。熊本県内から実は濃く始まるんです。桜が咲いてない、そうですね、ここは桜の名所でもあるんですよね。天の声なべっち、おやおや、どこを走るんですかね。そうです、今のところは国道じゃないですね。なべっちと二人で山奥に、怪しいこと言ってますね。埋められるかもしれないですよ俺。モフモフという人もいます。そうなんですか稲潤、今日は50人前後行ったり来たりです。当然トップには乗ってないでしょう。国道は突然に、そういうことです。お仕置きだべ、そういうことですね。あ、やっぱそうか、国道手前にはヘアピン連続が、そうですね、やっぱりウィンドジャマウィンドジャマー、吊り橋もあります。埋めないで、埋めないで、花見に来るのもいいですね。諦めないで、埋めないで。ナベッチが可愛い奥様にゴニョゴニョゴニョ。今日は埋め込み、我が家を出たのが午前6時40分。何言ってんでしょうね。今日はカメラの調子が悪いので、映像の中ではちょっと私の顔は伏せさせていただいております。この先を右に入ったところに湯山温泉、ぜひ今度行って、あ、いいですね。本当だ、今ようこそ湯山温泉郷へって書いてありましたね。どんどん登っていきます。後ろにはベンツがいます。ベンツの方も国道に挑んでいくんですかね。すげえな、田舎道の定番軽トラ。そうですね、山登り、皆さんお分かりになりますかね。結構これ傾斜きついんですよ。九州山地にどん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 向かっていきます。こう立ち向かうチャレンジャーって感じですよね。畑のポルシェ、うまいこと言いますね。彦摩呂さんみたいなものいいです。軽トラは日本の田舎道がよく似合う。本当そうですね。モフモフなんて言ったから、事実の N さんに言われますよきっと。ああ。多分国道と知らずナビに導かれている。そうですね、それあるかもしれない。軽トラ惜しくも生産終了したサンバーのスーパーチャージャーが最強。ナベッチを埋めたら私帰れない、免許ないもん。そっちなんだ。誰か心の隙間を埋めて、あー、うまいこと言いますね。もうちょっと人は普通の、そうですね、もうちょっとです。かなり登ってますね。まあ、不ひったと言われる、そうですね、不ひるってよく言いますね。まだまだ登ります。お別れです。ああ、ベンツも右に曲がっていきました。市房山方面に抜けていったものと思われます。ベンツもお別れです。道路標識は63の文字が見えました。昭和63年に建てられた標識というわけですね。これより5キロ先、福音減少のため離合困難、出ました。お待たせいたしました。いよいよ388国道区間に入っていくと、こういうことになります。
あと5キロです。もうほとんどすれ違う車もいません。今すれ違ったのはおそらく、綺麗だねドライブデートルン、介護施設の車かと思われます。 RKK 今月の推薦曲の方のライブからカーツ3単独出場になりました。すでにすごいでしょ。いやでもまだですよ、まだまだ国道まであと5キロです。どんどん登っていきますよ。はい、お約束の予告版があるわけですね。狭くなったように見えますが、まだまだいい道です。まだいい道。そしてお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、収録開始後1回もワイプにいない鍋地さん、こんばんは。こんばんは。信号がオープニングから見ておりますが、どんどん山越え、そうですね、信号停止がないというか、どんどん入っていきます。缶は黙って、マツダボーター、もうすでに15分回しっぱなしです。当然自分で編集点を作っていかないといけないということですね。それで30分ぐらいになったら不自然なところで停車することがあります。ご了承ください。事実この先信号ほとんど出てきません。林業関係の車とはできればすれ違いたくないですね。林業関係の車とは合いませんが、ワクワクと同時にまさかの車に遭遇します。それがこの国道の面白いところです。ほう、ディスカバリーチャンネルでスバルアイが復活。結構どうやって録画を止めるか。そうですね、落ちてましたよ。編集者泣かせな道、確かに国道になればなるほどいい景色が広がって、まあそういうことですね。そういうことです。全然急カーブ、自衛隊、さあどうでしょう。カーブが始まりました。結構な急カーブでした。とはね、点の後のその続きを書いてください。ドライブデートにちゃちゃ入れてる係でお願いします。昨日あたりから熊本県内非常にいい天気、トレインだキートということ、ほとんど雲がないっていうような、そんな快晴度。まだしかしここにも畑が続いてるんですね。遭遇はパトカーかな。さあどうでしょう。55人の皆さん、途中からご覧の方には地図をお送りします。中秋の名月というわけです。そうです、この日は中秋の名月でした。ですから今日この収録から帰るときにはそんな素敵な月を眺めることができるんじゃないかと思っています。裸の大将のおにぎり食い終わりました。以上、いろは坂に似た雰囲気。なるほど、中秋の名月といえばミートレイン2。そうか、もうそんなダメージ食らうところですよね。そんななるのか。そうですね、助手席だったら酔うでしょうね。運転してるからいいものの、うん、秋晴れとはこういう空です。本当そうですね。ただ今度の土日は台風が、特に23号がちょっと九州の人間からすると非常に気になります。まさかのレスキュー車、どうでしょう。あ、こんばんラブゴスマニーさん、ようこそ。中秋の名月取ってきた。お、素晴らしい。林業関係の車、ここですれ違ってよかった。本当そうですね、今でよかった。本当にここでよかった。いつすれ違うの、今でしょ。そんな感じですね。運転しててもたまに酔います。私はナベッチに、ありがとうございます。はい、合計視聴数100です。どこの中継車かな、んー、どうでしょう。23では265号線、ワイケミンキーさんこんばんは、ね、国道388ということは西から東、そういうことです。湯の前からスタートしております。ここ最近の台風は九州がすべて任せて温帯に変えてます。国道っていうのは3回目のチャレンジ。でもね、温帯になったとはいえやっぱり強いのは変わりないんですよね。日
離合がなかなかできない。この間も山口あたりでね、山口だったり島根鳥取あたりで大きな被害が出ちゃいましたね。前回はその265号線、今回3度目388号線に挑んでいきます。388号線、まあ大きく分けると前半のこの椎葉近辺の国道、そして10号線と合流で延岡に入ってからのまた単独か入ってからの、逃げてみたいんでね、いかがでしょうか。割と海に近いところにあります国道っていうのもあるわけで、今日はカメラ不調につき、右下のワイプはなくしております。おそらく3回シリーズか4回シリーズぐらいになるかと思いますけれどもね、西へ東へ、桜井さんみたいにこうね顔を くねらせながら歌うっていうのはね。おお、今結構な雨が降ってきました。さあ、風紀富さんこんばんは、ようこそ。また地図をお送りします。タイヤ痕、そうですね、一車線分しかありません。来ましたよ、いよいよ離合が困難なスタートです。そんなゾーンに入ってまいりました。寄ってませんか。すごい大きな岩も転がっています。お待ちどうさまでした。いよいよ国道、ただね、ガードレールがなんかガタガタになってますよ。国道フリークの皆さんからするとガードレールあるじゃんっていうので、かなり国道度合いは減ります。荷台に積んであるものがぐちゃぐちゃぐちゃって当たっていったんでしょうね。もう何でしょう、迫り来る岩場っていう感じ、くねくねしております。どうしても太陽の光が入ってくるんですね、壁みたいなね、そんな感じです。どんどん登っていきます。急にしかし急に来ましたね。まあでも路面の状態は決して悪くないし、親切で確かに来た来た来たお待たせいたしました。苦にはなりませんね。州国際第一夜、熊本県内も実はこうやって狭いところがあるんです。そんな道です。当然のことながらスピードはノロノロです。20キロですトゥルースに変えましょう60人突破です。タレネコさんこんばんは地図をお送りします。今日は熊本県湯前町をスタートし、初めて通る水上村を通過、そしてまだ宮崎県入っておりませんけれども、ついに国道区間入っております。そして間もなくとんでもない出会いが、そうですね、標識なかったら国道とは信じられませんよね。はい、まだ普通の国道です。夜の国道は対向車のヘッドライト。わー、いたなんだあれブルドーザー、うわーすげー、そうです、キャタピラー車です。まさかこんなところですあんな車と会うとは思いませんでしたね。10キロです。ナイトオンファイヤーでもいいです。時速10です。こりゃ大変だ、これは収録時間大幅に伸びるぞ。どうした、ブルドーザーがいるってことはなんかとてつもないものが落っこちてるってことなのかな。急に不安になる鍋地でありました。どう離合するかが腕の見せ所。ただですね、ま、運がいいことにキャタピラーが動いています。同じ方向に向かっておりました。セーフティーカー導入、まあ、そういうことですね。セーフティーカーみたいな感じですね。市内でああいうキャタピラーの車が走ってるところを見る機会なんてないですからね。そうか、ハッシュタグ国道ってすればよかったな。国道ならでは、国道でもなかなかないですよ。
コーナーリングがうまいな、すごいな、綺麗に。自転車より遅い、そうですね、機械的にというか。フレディトムさんこんばんは、狭いぜ。そうです、回っていきます。前の車が梅雨払い歩いてても追いつく速度だ。まあそういうことですね。路面傷まないのかな。アウトインアウト、そうです、なかなかうまいんですよね。京都っていいですね。桃井分かれっていうんですか、それ。いいな。みんなでつけます。いいですね、お願いします。で、実はキャタピラー車避けてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございます。十分楽しませていただきました。もっとついていってもよかったですけどね。いや、見事なドライブテクニックです。しかしあれ、この車だからいいものの、ねえ、木材関係の、そうです、後ろの車がなぜか伴走車っていうところがありますよね。大変ですよ。はい、待避場所があるだけマシ。そうですね。どっちがどう取材協力に感謝、本当そうです。お仲間でしょうね。で、なんでこんなところ走ってるかっていうと、実はこの先にどうも工事現場があるんですね。そこに向かっているようなんです。で、じゃあ椎葉村の方から行けないのかっていうと、どうも狭すぎて通れなさそうなんですね。ということでこっち側から来てるということなんです、おそらく。まあ後ほど、すごい狭くなってるところがありますんで。これはちょっといいですね。今回なんか面白いですよ。命の恩人だ。うん、キャタピラー運転する人確かにうまいですよね。積載用の大型が通れない、ハザードつけて走って、そうですね、国道の国たるサポートですね、ほぼね、出てまいりました。で、50メートル先工事中と出ております。その工事用車両が左の方に入っていきます。で、関係者の方々が2人いらっしゃいます。まもなくやってくるそのキャタピラー車、それがいるっていうんで止めてるんですね。車が見えました。そして、そっか、今その作業員の方が止めていたのは、もう そろそろそのキャタピラー車がやってくるから、ここで待っといた方がいいみたいなことを言ってたんでしょうね。おそらくそういうことだと思います。キャタピラー車だから人足方面からしか来れないってことか。これも無理ですもんね。絶対通れません、これ。こんな細いほう、シーバソンを盛り上げようとか勝手に、へー、70人突破しました。急に増えてきましたね。さあ、ちょっと下りです。幅 2.2、 だいたいそのぐらいかもしれませんね。まだ熊本県内です。そうです、まだ熊本県内です。いいですか、まだシーバソンじゃないですよ、まだです。熊本県熊郡水上村、国道300、まあ、すごいっていうほどのダウンヒルではないですけどね。キャタピラー車ってそういう資格が必要なんだ。おにぎりの下の地名を書いてあるもの、どう見てもあれは手書きのものです。70人台です。ナベチカー23、今夜は秋の国道祭り、略して秋国祭ではありません、秋国祭、その第1弾、国道388号線の湯の前から椎葉に向かっております。まもなく宮崎県椎葉村に入ります。おトップ入った、椎葉村です。上に看板、国道の里椎葉村です。国道の里です。では椎葉村に入ると急になんか開けるんですね。えっていう感じです。で、この先でちょっと一旦休憩です。そろそろ編集点を作りましょうか。
すぐ行ったら本当に農場に突っ込むだけですよ。意外と開けてたんでびっくりしました。むしろさっきのところの方がシーバソンっぽいですよね。そうなんです、入ってすぐ集落があるんです。ちょっと一旦ここで停車しました。そう、センターラインが復活してるんですが、ちょうどその脇に旧道だったであろう道があるんですね。2本目センターライン復活したのはごく一部でしたね。ほんの十数メートルっていうようなところでした。国道の里、宮崎県椎葉村の約8割が山林で、椎葉村の中心部以外の国道のほとんどが林道を無理やり昇格させたような道路、内陸なので夏はかなり涼しい。いや、肌寒く、そんなに肌寒いぐらいなんですか。へえ。そうですね、宮崎に入った途端変わりました。九州でこのね、国道といえばやっぱり椎葉村ですよ。南北の265号線はもちろんのこと、東西に走るこの388号線もやっぱり国道っていうね。そうなんです、やっぱり国道です。出ました、警笛鳴らせの国道イコール椎葉村。まあ、九州ではそれが成り立つでしょうね。だってこの番組で265号をやったときに椎葉村の中心地に行くまで3週かかりましたからね。ソラボさんこんばんは。細いなこの橋、追い越し橋。76人です。そしてセンターライン復活、急に復活するんですね。ちょっと拍子抜けしてしまいます。おっと、先導をお願いしていた車が、九州で国と国が交わる村、それが椎葉村。本当そうです、本当そうです。昼間ですからいいのですが、夜中、しかも霧の、うわ、霧の中は絶対嫌ですね。ユーストトップ、加圧3が独占、ありがとうございます。83人です。時折こうやって今の橋は2台並走は無理そう。そうですね、さあ、ところどころこうやって拡幅されていたり、あるいはまたこうやってきっとバイパスは作んないでしょうね。山中の景色、需要が全くなさそうですから、ね、サロバさん、シーバさんの時ってそうなんです。だったらもう途中からご覧の皆さんには地図をお送りします。あ、黒尾さんもこんばんは。国ですね、いいですね、国ですね。何の挨拶なんでしょうか。国ですね、いいですね。民家が立ち並んでいますね。彼岸花です、綺麗ですね。村営バスみたいなもんかな、停留所って書いてます。まあ、すいません、避けてくれました、ありがとうございます。広くなったり狭くなったり不思議な国道。そうですね、いいですか、これ国道ですよ。村道ではありませんよ、国道ですよ。椎葉さんは日向市に住んでた頃ドライブに連れてってよくもらいました。おー、時折80人台に乗っかります。トップにしてはしかし動きが小さいですね。でも大型車じゃ来たくないですね。ヒューガまで84、結構遠いです。84もあるんだ。途方に暮れますよね。結構標高高いんですよこの辺で。も集落があるんです。こんなところに車庫作ってるよ。国道沿いに車庫、あ、やっぱそうか、ひどい道の国道ですね。綺麗な水が流れて、急
吉先生、こんばんは。塩かけさん、ようこそお越しくださいました。これでいいですか。平家お中殿の伝説で有名ですよね。那須の、大柱と、鶴富姫の伝説も。夜の霧の中を走るとさらに国道感を味わえます。265を阿蘇から小林まで3回走って、うちにうわー、よう頑張りましたね。ご無事で何よりです。こんな道沿いでも車庫ありますね。さっきから見かけます。84キロ、微妙に長い。そうですね、微妙にというかもう途方に暮れますね。水が流れてるんです。時折90人台に乗るようになりました。道路事情がどいし、太陽の光が入るだけいいか、まあそうですね、まだ希望が湧きますよね。下っています。標高高いですからね。どんどん下ってしばらく進んでいくと265号線と合流ということになります。またすぐに分かれちゃいますけどね。先導車、そうです、先導車がいるんです。俺みたいやほっとけ。サロバさん、九州また行きたいです。特に熊本、お待ちしております。夜の国道では野生動物、あーそうか、それもあるな。ほんと酷ですよそれは。はい、センターライン復活です。運転する側も、そして動物側にとってもね。でそれで引かれた跡が結構朝方になると残るわけです。右に大きな川が見えます。右に川です。急に酷じゃなくなるんですね。ひどい道だろ、悪い道だぜ、ブハハ。急カーブなんです、こういうところって。熊本行ったら今度こそ眞子さんとゆかちんに、何でしょうか。森林浴しながらスズメマスで、うわ、嫌なデッドヒートですね。本当にデッドの可能性がありますからね。橋を渡ります。矢立川というんでしょうかね。神奈川県だと矢立峠みたいな。おお、ちょっと今度検索してみましょう。林道バイクで走ったら、そうですね、対向車は怖いですね。確かにこの辺はそれこそ林道っぽい雰囲気。さあ265号線と合流です。カー23ではあの265号線を南から北に向かって走りました。それと合流です。日差しが強くて映り込み強い、そうですね、これ午前7時とか8時ぐらいに撮り始めましたんで結構入ってきます。この番組で265号線を走行した村上さんもようこそ、山崎町より帰宅お疲れ様でございます。今回のルート地図をお送りしましょうか。今日は秋の国道祭りお送りしております。国道2つが、なんで顔が映ってないか、カメラが不調だからです。少し交通量は増えるということになります。ダブルおにぎり区間、そうです。実際野ウサギに遭遇しました。飯星峠、ああ飯星山付近、スカイタン、そうかそうか。平家お中道の伝説は椎葉だけでなく人吉にもある。肘馬はお中、いっぱい転がっております。 MI さんこんばんは。94人です。いい星稽古昔ザ・ワイドの、MC やってましたよね。そういえばね、まあ、あの方もいろいろありました。さてトップからご覧の皆さん、この番組はナベッチカーツ3、九州各地のいろんな道をこう走っていこうというそんな番組なんですけれども、今回はというか今日から、5週連続で、少なくとも5週連続で秋国祭、ナベッチカーツ3秋の国道祭り、こちらを
国道ですね、お送りしております。その第1弾、国道388号線、熊本県の球磨郡湯前町から宮崎県の椎葉村、その椎葉村と隣町の町境付近まで走るということになっております。お、情報通だね、そういう番組もありましたね。今のスッキリの前ですね、合流した区間を走っております。またさらに急カーブ、平家の落人は26号を通って五箇所あたりに逃げたらしい。当時の獣道大変だ。つづら折り、あーいいですね。京都と滋賀の県境、比叡平で鹿と対面深夜には痛くないですね。100人乗っかりました、ありがとうございますと言ったら切っちゃいました。現在は265号線と388号線合体しているところであります。しかし道は狭い、まあ舗装状態は綺麗ですけどね。ありがとうございます。高視聴数御礼でございます。この画面に字幕入ってたらどうでしょう。そうですね、晩祭り、川の水面にだいぶ近づいてまいりました。すごいですよね、こういうところをボンネットバスが走るというのもすごい光景ですよね。路線バスが走る、そうですね、面白いですね。今度2月に行けたらスタミナ飯、あ、いいですね、スタミナ飯。他にも釣り師って感じのいでたち、うん、もう人吉というか五木村、もう先ほどの軽トラです。うわー、ダンプがいる結構ギリギリのところを進んでいきます。これぞ国道って感じですよね。なんか国道に来たんだなって感じがしてきましたね。そうです、カー23秋の国道祭りお送りしております。今日がその第1弾です。少なくとも5回はやりますね。え、本当ヒヤッとしますよね。気を抜くとそこには対向車っていうようなそんな感じですよね。しかもやっぱりこういうところは大型車がよく通るんですよね。改良工事のためにね、あるいは土砂崩れを今度は回収して回るためにね、土砂とか岩とか木々とか倒木とかね。265号線の時には向こう側からこっちの方に走ってきました。つまり逆の方から向かっているというわけです。はい、人もいたんですね。そうです、今月は国道祭りでお送りしてまいります。満載でなくてさよ、本当そうですね。この日は一気に5話まとめて撮りました。その第1弾です。急にセンターライン復活、復活すると人数が減るんですね。コスモ石油、はいはいはい、ありましたありました。ということはもう間もなく265号線とお別れの、そういうことです、ところに差し掛かる、間もなく単独区間になります。橋を渡って左だったかな、それか橋の手前だったかな。赤馬ボーイさん、ワンバンコニュース23から移動でおま鶴子さんみたいな、ありがとうございます。あ、トニオモンさん、どうもありがとうございました。はい、あれですね、あそこ左です。今日の走ってるところの地図です。ちょうど265号線と分かれるところです。日本を
取り戻す安倍さんがいましたね。落石注意ですね。まあ、今日に限って言えば、はい、税収を取り戻す、そんな感じでしょうか。まだまだ遠いです。単独区間です。この軽トラをまた先導代わりにペースカーがそうですね、入りましたね。あ、サードのまんまだったギアがね、サードのまんまだったんです。大河内小学校、あららららら、船頭さんが止まっちゃったよ。ここから路面がダスティーに、いいですね、ダスティー。This road? Dusty? なんで疑問形なんでしょうか、よくわかりません。左側にも川が流れてるんですが、水よりも岩の方が目立っています。未視聴感はアーカイブにて拝見しました。あ、どうもありがとうございました、塩掛さん。集落、おやすみなさい。この辺りはバスが通ります。懐かしいなこのマーク。共同石油です。制限30です。まあ、30以上出るのかっていうところもありますけどね。ラインの幅がね、サイクリングロード並みに狭いですねさっき貴重なガソリンスタンドを通過しました。そうです、新しい砂防ダムと言っていいんでしょうか。林道です、ほぼ林道です。橋石はエネオスだったかな、共同石油、三菱系とそれから日本石油ですよね。エネオスはとうとう制限速度までそうですね、見放しましたね。狭っ。あ、左側の山の斜面は、そうです、これぞ国道シーバソン、そんな感じですよね。採石場なのか、あ、橋石もそうだ、土砂崩れではなさそうですね。フレディさんありがとうございます。採石してますね、なんかそんな風に見えますかね。採石場200メートル先、工事です。こんな感じ、国道の自販機といえば、斜面にもあ、ジョーも懐かしいな。ショベルカーがいますよ。へえ、日立市に流通、日立といえば、日立だったっけ、昨日震度4ぐらいの地震ありましたよね、茨城県。景色いいですよね。川上建設、行ってみよう。あ、すいません、川上さんということでね。のあたりで走りたい道、川上優、いえ川上光一郎さんです。九州人しか分かりませんね。またすごい山道進みますね。おいらの地元にも小げな道あります。はい、今回から5週連続でひどい道、国道の方を走っているんですね。ヒューガー76、結構進んだ感はあるんですよね。今回のゴールの先の旧南郷村、全然進んでね、現在は、三郷町ですね。こちらは660年に百済の王族が逃れてきたという伝説がある百済の里です。20年ほど前にハングルで書かれていたと。おー、はい、あと1分を切りました。そうです、ずいぶん昔どうもの MC だった方、まさにその方が川上光一郎さんですね。行ってみようでおなじみの。昨日夜はそこそこ揺れました。しかし震度4では誰も、そう、あー、それはそれでまたちょっと怖いですね。もう矢びつ峠、さっきの軽トラが後ろから、あ、なんだか国道っぽい雰囲気が出てますね。そっか、そう、ワイプがないから変えようがねえんだ。慣れの領域になってしまった。それはそれでちょっと危ないですよ。はい、今日付変わりました。
葉が少し色づいてますね。そうですね、少しね色づいてますね。標高がちょっと高いですからね、やり過ごします。ありがとうございます。天気がいいんです。この日は本当良かったです。快晴です。ただ良すぎて太陽の映り込みが激しいっていうのはたまに傷です。裏ではアユタンのカッパ温度ツイートがある時間、なんだそれ、初めて聞いたな。国道388号線宮崎県椎葉村を走行中です。私の動画でもよくあります、ボツになったことも。あ、さあちょっと開けた場所です。編集点にするにはちょっとまだ早い。そしてまたご決勝数は500を突破しました。傾斜角が上がりましたね。同時視聴人数はどんどん減ってます。多分他のところに行ったんでしょうね。そうですね、妙に広いところがあるんです。広すぎだろうっていうようなところでしたね。チャリで行ってみたい。いや、行けるんだったら行ってみてください。すごいですよ、それは称えますよ。よくぞ行ったってね。なかなか行けるようなとこじゃないですよ、これは。映り込み防止には艶消し黒の滑り止めマットをカメラ周辺。ほう、舗装はいいんですが狭いんです。さあ90人前後エッチラホッチラしておりますけれども、今夜のカーズ3は秋の国道祭り、その第1弾です。国道388号線、熊本県の湯前町を出発し宮崎県の椎葉村現在走っております。隣町との境界付近まで走っていくという今回のルートとなっております。もしくは鈴木のちょい乗りで行ったら勇者と認めます。その行ったらの行くっていう字がなくなる方の行くっていうのがね、またその険しさを。荒高地滝、右側に今ちらっと映りましたか ね。なかなか素敵な滝なんですよ。岩を縫うように水が流れておりました。添付地図を見るとこの先超くねぐねした道が続き、そうです、そうなんです、これぞ国道、これぞ椎葉村っていう感じなんですね。ちょい乗りだと、登らないしエンジン焼きつく気がします。ひー、
イニシャル D のアルバムを流し続けています。すごいですね。まあ国道ひどい道の周りには自然豊かなところがいっぱいっていうのは、まあなんともっていうところありますけどね。この前熊本市内から菊花町の番所まで原チャリで行ってみたのは秘密です。よく行きましたね。ところどころにこういう看板があります。九州大学宮崎演習林。そうなんです、九州大学の演習林がこの辺りにあるんですね。広がってるんです。開けました。遠かったです。しかも帰るときエンジンがかからず焦ります。くよかったよかった、合ってますね。夜になると鹿とかタヌキとか出そう。そうですね、ヒューガ72。下手すりゃイノシシとか出てもおかしくないですからね。今の九州には多分未舗装の国道はないと思いますが、かつては265号の宮崎県固有郡西米良村小俣から5キロほど行ったところから、2キロ未舗装でした。この番組でもあの265号はやりましたけれども、確かに厳しいところありましたね。でも、未舗装ではなかったですね。舗装が剥げまくってるっていうところはありましたけどね。大学の演習林って何をする、多分まあ自然環境を見るところとかそういうことじゃないですかね、おそらく。328504。まあ行けたらね。西村さんは行ってないんですよね。265の時に行きました。高杉の CM 撮影。そうですね、行けそうですね。突然妄想スイッチ来た。何でしょう、割と余裕あるというか、まあ、1.5 車線分ぐらいはあるかなという感じです。まあ、対向車がない分非常に進める、そんな感じがします。進めるんですが、しかし急に来るとやっぱり怖いもんです。山の上でサンドイッチピクニック、いいですね。西村さんぜひ行ってみられてください。496の、これは知ってます。神田さん知ってますよ。そういう、行ったことはまだないですけど、ぜひ行きたいです。木が落ちてきてますね。高杉の CM が分かるのはきっと30条でしょうね。高杉満足を買う高杉グループ、懐かしいですね。九大は農学部とかなかったでしたっけ。あ、3本目です。音楽変えてなかった。さあ湯の前町を出てから一回も信号停止がありません。夜中の国道では鹿速攻逃げる、濃い固まるイタチ、こちらの都合で編集点を作った2カ所でのみしか止まっておりません。そうなんです、今回は動画の切れ目は信号なし、自分で作った編集点のみなんです。すごいですよね。これはもう番組史上初ですね。演習って聞くと自衛隊の、確かにね、自然調査みたいなことをするところなんですね。初めて、いや僕これ憶測で語っただけですよ。地層が、まあでも大学でまさか
弾丸撃ったりとかそういうことはしないでしょうからね。おそらくそういうことだと思います。こういう道は台風の後が楽しいで、じゃあ今度の週末ひょっとしたら23号来るかもしれませんからね、その後来てみるとすごいことになってるかもしれません。今、あ、じゃあ今じゃないか、昔目の前を、鹿に横切られたことがあります。かー怖いな。品種改良とかの、なるほどね、そういうことかこんなところに信号あったらなんでこんなところにって突っ込み、そうですね、なんて日だってやつですね。それはあるかもしれない。道の雰囲気がまたちょっと変わってきました。土砂崩れで最悪ですよね。雨降った次の人、そう危険です、本当危険ですからね、何があるか分かりませんからね。走ってるその走行中に道が崩れてしまうっていうことも考えられますからね。崖が崩れるとかね。旧大農学部に森林科学関係の学科があるみたい。おー、また100人乗っかりました。宮崎県椎葉村を今走ってるところです。今の国道だと濡れ落ち葉とか、そうですね、怖い。椎葉村は、鶴富屋敷が有名。そうです、そうです。5週連続の国道祭り、その第1週です。今日は湯の前から椎葉ここまで走るという、そういった動画です。カメラの調子が不調なので合計視聴数700突破しました。ありがとうございます。切り開かれた後の石垣が年季、そうですね、入ってますね。でそのままなんですよね、ずっとね。はい、何気に急勾配です。ナベッチ秋の国道祭り、お皿はもらえません。そうです、パン祭りだったらね、考えますけど考えるか。あ、風紀富さんどうも。危機戦で、はい、寝落ちしちゃったらごめんなさい。さっきの旧大演習林、ウィキペディアの演習林の中に入ってます。あ、そうなんですね。100号ほどではないんですけど、それでもやっぱりカーブも多いしスピードが全く出せない。先週青森県下北をドライブしたら路肩陥没だらけ。ハラハラはしますよね。皆さんチャレンジャーですね。あ、演習林とは林学の研究や教育のための実習林、実験林。あ、じゃあ当たってたんですね。よかったよかった。そうですよね、ミサイルぶち込むところじゃないですよね、大学ですからね。20年ほど前、265で幅2メートルの道で40から60センチぐらいえぐられた箇所が多数。ってことは1メーター40ぐらい。きついな。何かもらえないのかな。なべっち秋のパン祭り、あ、パン祭り、なべっち秋の国道祭り。じゃあ国道で拾ってきた岩をプレゼントって、そういうことになるんですよね、きっとね。さあ稲順はドコモタブレットの視聴に行こうです。 YouTube に通行止めになる直前の国道の、へえ。今日たまたま見たのが富山だったかな、富山から長野に抜ける、それこそ本当にひどい道、国道で、途中は通行止めになっていて、で自転車でそこを走るなんていう動画を見ました。すごいですね、あれもすごいです。
今の軽自動車でギリギリ、あー 1.4。 まあ、スイフトは割と普通車の中では、小型車って言われてる部類なんですけどね、それでもやっぱり横幅がありますからね。ナベッチの笑顔をプレゼントいいんですか？無料ですよ。ひどい顔がサービスできるはず。どうぞ。じゃ久しぶりに調子の悪いカメラ映像を出します。横に伸びちゃってます。ナベッチとツーショットチェキが取れます。それすごいですね。横に伸びております。映像自体が伸びております。これ見て怖いと思って一人減ってますね。鍋ドナルド、今ならスマイル0円。ちなみにスイフトの横幅は1690mm、 5ナンバー枠の車でも割とギリギリです。ふぅ、鍋っちの写真をください。さっきうまいこと言ったワイパーあったんですがね、そうあったんですけどね、そうするとね、あのメインの絵に戻したときにとんでもないことになるんです。ウィキペディアの演習林の外部リンクに、全国大学演習林協議会の、へー面白い、旧大のオフィシャルホームページありました。北海道にもあるんだ。へー、九州大学なのに北海道に演習林、すごいですね。ガタついています。この日は本当にいい天気でした。宮崎県椎葉村を走行中、動画はあと30分ぐらいかな。九州大学宮崎演習林を、魚眼レンズのナベッチ、こんばんは。こんばんは。まだまだ続きます。今のが大河内峠って書いてありましたね。峠を越えました。うわすんげー景色。左側、木々の向こう側はとってもいい景色。まさにこの九州山地からの素晴らしい眺めがあるんです。確かに落ち葉は厄介です。早朝走ると梅雨または霜でつるっといって崖から真っ逆さまに行く様子、今見たでしょ、すごいでしょ。なんだこりゃなんだこりゃって言ってますね。ワイタース、なんと素晴らしい景色。What a wonderful world. と思わず歌ってしまうようなそんなところです。一瞬いい絶景が見えましたよね。よかったよかった。お送りしましたのは What a wonderful world でした。I see my view.やりますね。いや、それぐらい素敵な景色だったんですよ。レイチャールズ、重低音の声が聞こえそうです。
I see。 これじゃ麻生さんだ。 Did you master? What a wonderful world。 小屋があります。あ、じゃあルイ・アームストロングだ。そうそうそう、レイ・チャールズじゃねえ、ルイ・アームストロングだ。そうそう、アソ・チャールズさん、この景色いる。 What a wonderful world。 喉痛い。地獄の国道の中の天国。そうですね、アソさんで歌え。これより先の20メートル、これは What a wonderful 消費税。体調を崩した田中角栄みたい。そうなんだ。うっそうと生い茂る木々です。相当喉に負担がかかるんです。これすごいな、これ映像すごいな、映像、この映像すごい。ルイ・アームストロング、木漏れ日が斑点のようなそんな模様を作り出しています。これいいですよね、この景色。これはこれでなかなか綺麗ですね。国道ならではのそんな景色です。ただここまでのところやっぱり265に比べるとその人たちがいつ出てきてもおかしくない別の世界の 0.5 台分ぐらいはやっぱり。そうです、まだ演習林です。ションカムいいですね。確かにカーブも多くスピードは出せない。本当だ、杉だ。でも圧迫感っていう意味では、おー、大泉さんそうだったんだ。だいぶ軽減されてて、標高差を実感。確かにそうですね、速になりませんね。どんどん今下っております。そしてまた急に確か集落が出てくるはずです。日向市まで 64.3 キロ、コンマ3まで入れてきました。ガードレールにこすりつけながら進めばなおスリリング。やめて、そんなに身を削りたくないの。そんな気持ちです。窓に反射した面でスイフトのダッシュボードに貼り付けた場所がわかる。よく見てらっしゃる。地図、もう地図見てもどこ走ってるかわかりません。そうですね、確かに最近流れないフレーズ。あはん、うふん、いや、あ、本当だ。そうですね、でそうでしょうね。バイクは相当、迫力あるでしょうね。さあ林道っぽいところです。枝打ちされてますね。違う違う、よ、呼ばれた気がする。イアン、あ、久しぶりに来ましたね。ミキティさんのイアンが久しぶりに入りました。どうですかこの景色、お客さん。これはタイヤの減りが、そうですね、かなり負担かかってますね。
コーナーで思いっきり倒して地面すれすれの絵が、そうなんですよ、そのバイクだとそういう絵が撮れますよね。車じゃ間違いなく撮れないそんな絵です。あえて絵からフレームアウトしましょう。国道388号線、椎葉村殿のというんでしょうか、こちらを走行中です。燃費を稼ぐかタイヤを保たせるか、そこが問題。確かに、まあその前にこういう道走らないっていうのが一番でしょうけどね。どんどん降りてます。倒木を切断した跡が見えますよ。道路に横たわっていたんでしょうね。あと4分ほどで多分次の動画への切り替え点です。こういうところはエンジンブレーキを効かせるといいのです。特に下り坂の道、ごもっとも。こんなにカーブが続くと目が回る。そうですね、運転してるからいいものの、車でも撮れますよ。フロントバンパーの先端、あ、そっか。だ、そうするとね、 iPhone の場合は無理なんですよね。30分経過しても押せませんからね。車だとアクションカムを数台使って、ダッシュボードに1台、ボディに2、3台くっつけてさ、すごいな、大掛かりですね。ヤンヤンも好きのうち、その通り。木漏れ日が美しい。合計視聴数900を突破しました。そんな、うふん、来ましたね。ミッキーさんのイアンアハンウフン、キクオ師匠以外はなかなか言わないコメントです。ありがとうございます。サイドカーからハンディカメラを路面に起こす、そう、下ろさなあきません。そうですね、なかなか難しい、その撮影テク。ですね、鳩が飛び出しましたね。何台の車が通るんでしょうか。地図の国道のぐにゃぐにゃ道を行きたくなる国道好きな私です。素晴らしい。また椎葉村に行かれた際は、鶴富屋敷と八村の杉に行ってみると。おお、ありがとうございます。おすすめをいただいております。一瞬自分の職場への通勤道かと思いました。九州にもこういう道があるんですね。徳島にもたくさんありますよ。国道、九州では444が好きです。444ね、これもこの間走りましたね。あれはでもひどい道、国道ではないですね。とっても走りやすい素敵な道です。何回か前に長崎空港に向かって走った、そういった動画を置いておりますので、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。初春屋さんですね、ようこそお越しくださいました。鍋地下23、ぜひよかったら、お気に入りいただけましたら下の方のフォローを教えていただくと嬉しいですし、またFacebook ページもありますんで、ぜひこちらもよかったら。矢村の杉と上椎葉ダムも見どころ。あ、上椎葉ダムは見たような記憶があるな。私が444行った時はまだ繋がって、あ、そうだったんだ、へー。じゃあぜひこの番組の444の動画ありますんで、うわ、ごめんなさい。
こういう道が延々と続くのがこの椎葉村界隈の国道です。いやんばっか、そこはダメよ、そこはお乳なの、そこはお耳なのとかねっていうんであれば木久扇さんの歌ですね。あはん、いやんうふんを書くと視聴者減るからちょい離席。そんなことないですよ、減ってませんよ。少し開けたようにも見えなくもなくもないかなっていう感じのところであります。センターライン復活、久々のセンターライン復活。吐きののなんですね、どののじゃなくて吐きのの。だいぶ下ってまいりました。それでもまだまだ続きます。国道を走るときは万が一のガス消す防止で鉄製のガソリンタンク、あのこの間のあれで問題になったやつですか。そう、だから僕はまあそれはしなかったですけど、でもガソリンは満タンにして走行開始しております。あ、静かな湖畔の森の影から、あーいやあはんそこはダメよってやつ、ありましたね。やっぱり国道ネタだと視聴者が安定してるな。この時間でも90人前後行ったり来たり。そうですね、確かにこういうところでも交通量調査はしてないでしょうね。まあしないでしょうね、してもしなくても1台2台ですもんね、きっとね。初めてご覧の方からするとこの右下の映像は何なんだっていうね、この辺の映像何なんだっていう声が聞こえてきそうですけれども、ここで交通量調査するなら紙に正の字で OK、 うん、ごもっともです、だと思います。落ち葉そのまんま、これぞ国道ですね。道路の真ん中に落ち葉、カレーだそのまんま、まさに国道、そんな景色になってまいりましたね。さあまもなく今回1時間国道を走るとガソリンスタンドが、私の場合夜中走ってたので営業、ああなるほど、これといって目立ったランドマークがありません。タッチーさん、いまだに私の YouTube チャンネル再生回数第1位は国道動画。ガソリンの蛍光管を助手席の足元に置いておくと重量バランスも、ほー、あと5分ぐらいのところで何かあればいいんですけどね。規格に適合したタンクに入れて運ばないと、そうですね、消防法違反になりますね。どこまで何キロっていうのはないですもんね。なんとかセンターまで何キロとかね、報告めいたものは一切ありません。なんとか公民館とか500号の秋月付近もこのくらい狭かった。おお、そう、500号もね、そろそろやりたいなって思うんですよね。落ち葉、枯れ枝、石ころがあれば国道、そうですね、なりますね。ただそこに国道があるだけ、そんな感じです。合計視聴数が間もなく1000にかかろうとしております。今日は山道をどんどん降りております。秋の国道祭りの第1弾です。そうですね、飲み物は少なくともね、忘れずに行きたいですね。僕は食べ物なくてもとりあえずは大丈夫です。セルフスタンドでは渓谷館への給油も、そうですね、
どん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 下っております。おお、ツイキャスの方では野田武雄さん、あのユーストトゥデイでおなじみの方が iPhone5S と戯れるなんていう、配信を始めたようですよ。神楽もいいですね。385坂本峠は福岡市内から気軽に行ける国道。ああ、そうですね、確かに。さあ今日3度目の100人超えなるか。現在97人です。ここの乗り面はすごいですね。なんかよじ登れそうですよね。100人突破しました。さらに合計視聴数1000突破です。じわりじわりと増えていきましたね。今日は YouTube 用の車窓撮影の時は、飲み物だけはよ、うん、ですよね。それ大事です。こっちだよね。ずっとこの辺落石注意って出てます。国道ファンって多いですね。ハッシュタグ国道っていうのはかなりいい効果をもたらしてるのかもしれないですね。ミキティさん お帰りなさい。その間に合計視聴数1000を突破しました。彼岸花、ようやくなんか人の気配を感じる場所です。本当そうなんですよ。どっちが本線か分かんないんですよ。また100人乗っかりました。今日4回目ぐらい。そんなに川が近いっていうのも珍しいですね。だいぶ下りましたからね。編集点ようやく到着です。タンクの前で、では4本目。彼岸花を見ると秋だな。そうですね、綺麗ですけどね。根元には猛毒です。反対側にはキャンプ場が見えます。ようやくなんかひどくなくなってきたかなっていう感じです。晴れ下がりし木のつる。残念ながら村人は見つけられませんでしたね。ここではやっとなんか2-3 信用できますね。国道 2-3 でも独立していけるんじゃない。いやーでも集落国道探すの大変ですよ。人がいた。郵便局の車です。20年以上前、国道を走るときには携帯電話がなかったのでアマチュア無線機も積んでました。はぁ、尾崎郵便局。はい、郵便局です。シーバソン、尾崎です。集落です。ようやく人ので、右側におばあちゃん座ってます。すぐになくなってしまうのがこの集落の悲しいところです。そうだね。綺麗な空と山、そして川もあるんですね。右下の方ね、第一村人、あっと先越された。そうで、第二村人もいたんですけどね。おばあちゃんがずっとベンチに座って
ぼーっとしてらっしゃいました。さあもう間もなくですね、今日の動画最終地点、椎葉村とそれからお隣の三郷町の町境、まあ、村境、町村境といった方がいいですかね、に差し掛かり、今日の動画まもなく終了ということになります。人を見て感動する人、いやでもこんだけね、人がいないところずっと走ってくるとね、やっぱありがたいもんですよ。人がいるっていうのは感動してもおかしくないですよ。久しぶりに生身の人間、生身の人間を見た気がしました。動画の中で言ってます。ちょっとホッとしました。ホッとするんです。おばあちゃんどこさ行くね。熊本人だったら、まあどこさ行くとっていう話になりますね。生身の人間、そうです。村人だと思ったら全部カカシだった。それは恐怖ですね。確かに国道です。集落がなくなると一気にまた離合が大変な、そんな道。生活改善センター、そう、左上のあの今ちらっと見えた小屋は生活改善センターですね。でもここに来るまでが大変そうですけど、どこさ行くと実家に帰らせていただきます。主婦の方が言うとまたリアリティがありすぎて怖いですね。おお、山国か北あたりでカカシだけで作ったオブジェ、すごいですね。公民館みたい、まあそうお考えいただいていいんじゃないでしょうかね。生活改善センター、もうすぐ私の国道動画が66666の再生になります。祝いの言葉。まあ666なんてこう悪魔の数字なんて言われるけど、老人形にしてやる。あ、カッカからも老人形のお話が出てきましたね。ユーストバングさん来ました。第10位です。今週の第10位、毎回こんなこと言ってますね。ありがとうございます。ユーストバングさんからのツイートが来ました。たまにこうやってくるんですよね。椎葉村中山です。あ、高田さん、ランドマークがあってほしいんですけどね。いや、ようやく目に入りました。全国的に限界集落が増えてるみたいですから、今日通った集落がいつまで、そうですね、あの普通に生活できるようなそんな感じであってほしい。湧き水ウェッティ区間ウェッティ区間っていうの、ね、私はナビちゃんのダダダダファンです。マローさんこんばんは。もう少しで終わりです。それっぽいものがないです。一応地図をお送りします。まもなく終わりますが、地元の人は国道じゃない常用道だ。確かに、それは確かに生活道路ですよね。命の道とも言われるかもしれません。
合計視聴数が1100を突破しました。あと4分くらいかな。細い橋です。まあ、山沿いに限らず最近はもう市街地でもねだいぶ朝晩は冷え込むようになってきましたからね。皆さんもこの後お休みの際はあったかくしてお休みくださいね。ユーストの画面、ソーシャルストリームからコメントした方がいい方も、そうですね、ブレーキが泣き気味ですね。減ってるんじゃないかな多分。もうそろそろ今日の動画終わるところです。あ、見えてきました。今日の終着点です。かかります。ではこの交差点、ここで今回の第1回は終了とさせていただきましょう。300m がとてつも長く感じます。はい、ようやく青看板。かなり久しぶりの青看板です。見えてきました。はい、三郷町ですね。はい、というわけで、改めましてこんばんは。ようやく普通の顔で出られました。さっきまでぐにょーってなっておりましたけどね、熊本のローカルタレント私渡辺大輔でございます。鍋地カーズ3、今夜は秋の国道祭りその第1弾です。熊本県の湯前町からスタートしまして、そして水上村を経由で宮崎県椎葉村に入って、ちょうど今町村境ですね、三郷町と椎葉村のこの町村境、ここにあります、交差点、ここで今回の動画は終了ということになりました。今日のルート改めておさらいしておきましょう。また顔がぐにょんって伸びます。すごいな。しかも左右逆だ。ということで、こちらですね、湯の前町からスタートしまして市房ダムを経由で、椎葉村までこの左下から右上の方に上がってきたと、こういう動画をご覧いただきました。今宵ははるかに酷な道、酷道だった。ドキ胸元チラリのセクシージンベイさん、いいね。あ、いやん、そんな感じですね。もつカレー様でした。ありがとうございます。素敵な声と素敵な笑顔が、ありがとうございます。こういう道は意外とバイクと出会うことがあるので、そうですね、急に来ますからね、本当に怖いです。そんな感じでちょっと顔がビニョーンって伸びておりますけどもね、ご覧いただきましてありがとうございました。ではいつものこのコーナー参りましょう。12時49分40秒です。続いてはこちらのコーナー、インフォメーション。はい、というわけで、私渡辺はですね、まあ、ローカルタレントとさっきから言っておりますけれども、まあ自分の出ている番組、こういったものをですね、このご紹介するコーナーになっております。ご覧遊ばせ。さあ、日付変わりました。水曜日です。12時6分、この後お昼12時6分からは FM791 スイッチ791、こちらがですね、FM791 熊本市、熊本都市圏限定でお届けしております。特にネットで再配信などはやっておりませんので、ぜひリアルにお聞きいただきたいと思います。で、6時40分からは RKK ラジオです。カリーの下取りスマイルアベニュー、ちょうど2年目突入です。丸1年を迎えると、番組開始1年、ちょうど丸1年ということになります。去年の12月2日に始まったこの番組、いよいよ2年目に突入ということになりますので、ぜひぜひよろしくお願いしたいと思います。8時からは WE ストリームです。こちらは U ストリームでの生配信ですけれども、3桁国道最高だ、ありがとうございます。今日はツイートのっとり選手権だったかな。
もちろんWe ストリームメンバーの、ものということで限定ということになるんですけどね。木曜日いつもだったら7時54分からな、放送なんですけども、ゆけくまモン調査隊、こちらは、現在のところスペシャル番組が多数あってますので6時54分から繰り上げで放送を行っております。 KB 熊本朝日放送ですね。で日曜日になりましたらば FM オグニーサンデーユーステーション、こちらはユーストリームで資材を投じて、MacBook Pro を使って私の資材を投じて、お送りしております。ユーストリームもやってますんでぜひこちらもご覧ください。そして RKK ラジオ来週火曜日ですね、カリーの仕事にスマイルアビニュー、今日と同じように6時40分から生放送です。そしてその後9時からは RKK ラジオグイーンと羽ばたけヒーローズ、はい、高校生中学生を頑張ってる皆さんを応援するそんな番組です。今日収録してまいりました。その模様は来週の火曜日夜9時からです。で来週カーツ3です。来週もいい国道ですよ。今日の続きです。国道388号線、三郷町からのスタートです。どうぞ。お見事ですね。というわけでいい道かなと思ったらやっぱり国ということでね、黒帯さんその通りです。で、YK ミンキーさん、そうです正解、終点は角川町ということになっておりますね。というわけで来週のカーツ3はちょうど123回目です。1,2,3 というわけですね。州国際の第2弾は国道388号線の三郷から角川町、こちらの方に向かうということであります。うわー、寝押しから復活だお、ちょうどいいところですね。今終わっちゃったところでありますね。来週の予告もご覧いただいたところであります。というわけで現在98人の皆さんご覧いただいておりますね。国道と国道のリエゾン区間が多いよ。そうです、そうなんです。で、じゃあ角川まで行ったらもう国の道ないんじゃないか。甘いね。その後10号線に合流するのが3周目なんですけど、その3周目も実は国道10号線から離れた後に国道が待ってるぞ。はい、というわけでね、来週の予告、来週は国道388号線三郷から角川、こちらに向かってまいります。ぜひぜひご覧いただきたいと思いますね。もう一回だけじゃあ予告編見てみましょうか。その後エンディングです。どうぞ。
人になるための毎日に疲れていうずくまりカーテンの隙間に夜空を見た込み上げた涙をぎゅっとこらえてまぶたの奥に浮かぶのは一緒に笑ってくれた君のこと心地よく風奏でて君と見た真夜中の空月が照らす頬はまだ幼くて僕らは自由な未来を描いていた。いやー、というわけで今回は秋の国道祭り第1弾お送りしましたけども、いかがでしたでしょうか。ちょっとカメラのトラブルでね、いつもよりちょっと画質が落ちてます、ごめんなさい。でさらにはさっきのね、あの動画の右隅のこの辺りのねワイプ、いつもだったら出してるんです。でいつもだったら普通に見えてるはずなんですけども、どうもなんか変な感じになっておりまして、失礼いたしました。まああの今度はね、多分来週の火曜日には治ってるはずです。多分ね。ちょっと今回あの、テスト配信の時に、このカメラのケーブルをちょっと引っ張り上げたところ、一旦切れてしまったっていうのがあったんで、ちょっともうちょっと扱いを大事にして、やっていこうかなと。つまりは僕のミスということであります。大変失礼いたしました。高画質の鍋地が見たい。あ、じゃあ今度の日曜日サンデーユーステーションで。あるいは明日のミーストリームでお会いしたいと思います。まあ、来週の火曜日、カーツにすればおそらく大丈夫だと思いますんで。多分大丈夫です。きっと大丈夫です。もろもろ大丈夫だと思いますので、よろしくお願いしたいと思いますね。というわけで、まあ、国道、ね、ひどい道ということなんですけども、ただこの日は中秋の名月で、とってもいい月を見ることができました。しかも5週分撮りましたからね、この日。で天気が良すぎて実はちょっとひどいっていう、そんな道も5週目に出てまいります。どういう意味、それが知りたい方はぜひ5週目も見ていただきたいと思います。まあとにかく来週もいい道はいっぱいあるんですが、たまに忘れた頃にやってくるその国道、これがですね非常に面白いんですね。3段階の大丈夫いただきました、よかったです。スマイルアビニューとウィーストリームとサンデーユーステーション、そうです、それ全部三種の神器ですね。何のこと言ってるんでしょうか、よくわかりませんけども。というわけで、そうです、国道でございますね。ぜひまたね、来週もご覧いただきたい。皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございました。まだ終わってませんよ。まだ終わってませんよ。あと数十秒ってなところでしょうかね。というわけで、急に寒くなりましたからね、皆さんも体調を崩さないようにお気をつけいただきたいと思います。ではまた来週、今日はこのくらいにしてやろうか。描いていた